こだまる、ネタコを起こす、日本列島を震え出す、ついに全日マット上陸、デイリーオブライト殺人スープレックス、ヘビーな体、全日マットのこの秋、おすすめの一品、マニアならずとも、生つば飲み込むすごいやつ。本田多門が悶絶しておりますが、デイリーオブライトにタッチをいたしました。デイリーオブライトはリングに入った、ハンセンと合体した、合体ショルダーアタックル、合体しました、ハンセン&デイリーオブライト。年末恒例のプロレスファンの体がうつく世界最強タッグ決定リーグ戦、この参加チームがすでに決定しておりますが、スタン・ハンセンのタッグパートナーがこのデイリーオブライトであります。全10チームで行われます世界最強タッグ決定リーグ戦、簡単にご紹介いたしましょう。メモのご用意をください。このハンセン・デイリーオブライト組、他にはパトリオットエース組、ファーナス・クロファット組、スミス・ロブ・バンダム組、ブッチャー・キマラ組、そして日本人陣営は川田田上組、三沢小橋組、秋山大森組、そして馬場本田多門組であります。この本田多門がジャイアント馬場選手と組んで最強タッグに登場します。そしてドリー淵組の全10チームであります。さあこの川田俊明が最終戦、10月最終戦、日本武道館10月25日ゲイリー・オブライトと特別試合ということで一騎打ちシングルマッチが組まれております。全日マット初登場のゲイリー・オブライトはシングルマッチ、その最終戦が初めてのシングルマッチということになります。進化が問われる一戦の対戦相手として選ばれました川田俊明であります。さあそしてスタン・ハンセンが一言二言ゲイリー・オブライトに策を授けております。さあ最終戦 10.25 日本武道館特別試合の前哨戦となるんでしょうか。川田俊明 VS ゲイリー・オブライトであります。さあ見ましょう。腕を取ります。さあまずは蹴りを見せました。足にはうるさい男です、川田です。さあゲイリー・オブライト、殺人スープレックスにどのように導くんでありましょうか。足を取りました。体の大きい男には足を狙え、これは格闘技の鉄則であります。腕を取った、腕を取った。さあゲイリー・オブライトがなんとかクリアいたしました。腕を取り返した、腕を取り返した、腕式、腕式逆十字。さすがネブラスカ大学時代アマレスの全米選手権3回優勝しておりますスタン・ハンセンとタッグを組むのが今宵が3戦目ということになります。さあこれまでの2戦ハンセンと組むとハンセンのスタイルに自分を合わせてしまいまして自分の良さを生かしきれてないという声もちらほら聞こえてまいりました。さあグランドでありますゲイリー・オブライト、あ川田の叫ぶ声が聞こえている、川田の叫ぶ声が聞こえている。さあどうだ、どうする、うわ足を捉えて、さあどうした、どうした、さあどうするんだ。さあゲイリー・オブライト、スタン・ハンセンにタッチでやります。落ち着いた連携です。バックに待った、バックに待った、殺人スープレックスかジャーマンか。さあ何を見せる、何をなす、何を投げる、殺人風車、風車のゲイリーだ。本田多門がカットに入りました。ハイキック2度目か、ラリアットかばした、カウンター2、スリーパーホール、フェイスか、フェイスバ、スリーパーであります。おーっと後ろからスタン・ハンセンにラリアット、ゲイリー・オブライトちょっと下半身ふらついてきたぞ、円錐切りであります。さあこれがスタン・ハンセンにも時に見られる、いわゆる相手に隙を与えるためのポーズなのか、はたまた本当に疲れが溜まってきたのか。ゲイリー・オブライトのその動き注目しましょう。川田がブレインバスター、そしてダイビングのヘッドバット、頭を使うんだプロレスは。カウントは2、ヘッドバット。さあむしゃむしゃブレイだ、プロレス原人だ、基本に帰れ。カウントは2、さあ日本のアマレス代表がアメリカのアマレス代表、さあゲイリー・オブライトが脇固め顔面を蹴っていく、報道陣もいつもより増してフラッシュ、投げた、フロントスープレックス、フロントスープレックス見せましたゲイリー・オブライト、報道陣が一斉にフラッシュを抱きました。まさにカメラの放列、いつもより倍のフィルムを使っています。
の字本田ともカバーしたゲイリー。カウントは2。さあ分断されるか、分断されるか、本田ともが、本田ともが青い木と息でやります。バックに回った、危ない、本田ジャーマンスープレックスホールド。達人風車、最後は達人スープレックスジャーマンでゲイリー・オブライトが本田タモンから3カウント奪いました。巨漢外国人コンビスタウハンセン、ゲイリー・オブライト組に外貨が上がっております。さあ川田俊明も起き上がることができない。